はい、今回紹介するカメラはキヤノンのキヤノンフレックス RP になります。このカメラはですね、キヤノン最初の一眼レフシリーズの、少し安いバージョンみたいな感じで、出たモデルらしいですね。話によると、このシリーズは全然売れなかったらしくてですね、ニコン F に惨敗したということだったらしいです。でもね、今、見てみるとね、非常に面白いというかね、キヤノンの機械式マニュアル機ですと、私も持ってて、いずれ紹介するかもしれませんけど、FTB とかね、あの辺がオーソドックスな感じなんですけれども、逆にね、あの辺を使うよりもね、この RP とかね、使った方が今の時代だったらちょっと面白いんじゃないかなって、思います。で、マウントはですね、まず基本的にはFD とかのね、その後の流れの、ベースになりますけれども、スピゴットマウントですね。このレンズ側に締め付けリングがあるタイプです。ボディ側の構造はね、その後の FD マウントなんかに、引き継がれてる感じになってますけどね。一応自動絞りは、効くようになってますんで、ファインダー覗いても、常に明るい状態にはなってます。ちょっとボコボコなんですけども、で、シャッターは一応1000分の1秒まであるんでね。で、パッと見、あれ、おかしいなと思うところがあるかもしれませんけれども、巻き上げレバーがないと。で、巻き上げレバー、どこにあるのかというと、この底の部分ですね。こちらにあります。私は持ってたことはないんですけども、そのキヤノンのレンジファインダーカメラのメカニズムをそのまま使ったのかわかんないですけどもね、その頃のレンジファインダーカメラで見られた巻き上げみたいなのを使ってますね。一見するとですね、非常に使いづらいような感じがします。ただコツをつかんでというかね、慣れれば意外といける。まずですね、ここは起こしておきますね、巻き上げるときは。で、どんな感じかっていうと、これ私なりなんであれですけど、ちょっとやりづらいはやりづらいけど、この中指ですね、中指をかけて、このように巻き上げると。ちゃんと動きました。いや、違うな、薬指の方がいいのかな。よく分かりませんけれども、構え方によりますね。こうレンズを、こんな感じでピントリングを親指と人差し指で押さえたとすると、薬指の方がいい感じですね。久しぶりに使ったんでちょっと分かんなくなってましたけど、こんな感じですね。これで、中指だと、中指の方が力が入りやすいか。そんな感じですね。で、裏蓋なんですけれども、よくある裏蓋はここの巻き戻しクランクを引き上げる形ですけれども、これは当然こうじゃないし、あとこういうタイプより古いカメラだと大体この辺に爪があってですね、これでロックを外すというのもありますけれども、このカメラの場合はやはりレンジファインダーの流れを組んでるんで、この底の部分ですね、こちらにあります。ハンドルを起こして曲げると。
シャッター膜がカビカビで少ししなってますけれども。で、また閉めてやると。まあ、このカメラですね、1回だけですけど、使ってみたんですけれどもね、まあ、上がってきた、プリント見てみましたけど、意外とね、このレンズの描写、悪くないかなっていうような、感じでした。すんげえでかくてですね、結構重いんでね。まあでも FTP も重かったかな。まあ使いづらさはあるとは思うんですけれども、今の時代は、それがまた逆に味となっていいんじゃないかと思います。まあただね、あんまりいい個体はまあ少ないでしょうからね、なかなか、入手してもいいのに巡り合えるかどうか分かりませんけれども、結構面白いカメラなんで、おすすめかなとは思います。